ご飯。ベマ、ご飯。ご飯食べる？よし、ご飯準備しよう。さて、先週ちょっと体調を壊したクレマさんね、お薬8日分いただいておりましたが、いよいよ今回が最後のお薬となりました。2種類もらってまして、1つは抗生物質、こちら青のお薬、これが抗生物質ですね。で、もう1個成長剤、こっちはちょっと大きめの、ね、半分、これは今日もあげたいと思います。我が家のお薬は今までは粉末にしてね、ヨーグルトに混ぜてあげておりました。結構砕くの大変だったんですけど、今はね、これすごい楽ちんだった。こちら、クレマの大好きな K9 フード、これ晩ご飯、朝ご飯いつもあげてます。これね、お湯でふやかしていつもあげてるからさ、お薬埋め込んだらね、超楽ちんでした。今日もやっていきましょう。で、いつもはお湯でふやかしてあげてるんですけど、 K9 はね、ドライフードなんで、もともとはこんな固形になってます。まあ、これもね、柔らかい、すごく砕けるようなやつです。これ別にふやかさなくても、お薬ギュッてやったら埋め込めるな。ギュッて、こんな感じで、で、こうやって、はい、おいしい。これでね、お薬あげれるからすごい楽ちんなんです。お薬をちっちゃくしたのをここにギュッと入れて、ギュッて入れて、はい、さあ、最後のお薬、今回最後のお薬でございます。こちらにセットしました。隠してどうぞ。はーい、完食。お薬生活終わりました、はい、よく頑張ったね、クレマ。お薬生活で、残りはいつも通りお湯につけて、ちょっと浸して、これであげます。どうぞ。お湯にふやかしてあげることによって、水分補給もね、同時にしてくれるので、まあ、朝晩あげることで必要な水分も摂取できるという優れものでございます。はい、完食。待ってんな。さあ、じゃあ食後のデザート、カスピカヨーグルト、もうね、お薬は食べたんで、そのまま、待って待って、クレマ、待って待って、はい、ヨーグルトも大丈夫、うん、あー、待ってるな、うん、変なとこ入っちゃった慌てるからで、はい、1週間前体調崩したクレマさんですが、すっかりと元気になりました。皆様ご心配おかけいたしましたが、この通り食欲旺盛に元気に過ごしております。では本日もご視聴ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。